ゴリラの王様、キングコング、ケイン小杉のような腹筋、ブラッドピットのようなフェイス、室伏広治のような上腕二頭筋、まさに彼こそ生物の完全体である。恐竜といったらこの男、ティラノサウルス。ジュラシックパークはもちろん、キングコングやのび太の恐竜2006でも出ており、まさに映画界のトップスターである。ふと思った、完全ボディなキングコングと超人気者ティラノサウルス、彼らがぶつかり合ったら一体どのようなことが起きるのか。ついにその決戦が間もなく始まろうとしています。ごきげんよう、こんばんは、ジョン・カニタです。解説には元タコタコムさんをお招きいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日の試合、キングコング1匹、ティラノサウルス50匹ということで、さあお見せしましょう。こちらです。ついにこの時がやってきました。世界中の熱い視線が集まってることと思います。いや、相当時間かかったと思いますが、綺麗に並んじゃいましたよね。はい、いわゆる死のグループと言われる組み合わせとなってしまいました。そうです、いきなり大きな難関が立ちはだかりました。非常に苦しい組み合わせです。本当に非常に厳しい対戦相手となってしまいましたね。いや、もうそう、まずは初戦ということで、両チームとも緊張していると思いますが、いかがでしょう。やはり今は、それでは準備が整いました。まもなく試合が始まります。審判の笛とともにスタートです。ペッ。さあ、今日大一番が始まりました。キングコング早速アピールしましたよ。渾身のスローインを見せる。荒立ってる表情が見えますよね。再びスローイン。うわぁ、大変なことになりました。サポーター絶体絶命のピンチを迎えています。非常に興奮状態を抑えられないっていう表情ですよね。大変なことになりました。選手へのアピールでしょうか。ダンスがとても上手いですね。抜群の腰の動きを見せるマンモス。おっと、ここでアピールタイムが終わりました。さあ、引き続き試合の様子。さあ、スローイン、岩を投げ込む。僕、興奮状態が収まらないですよ。本当にすごいですね。さあ、攻撃を見せつける。うわあ、腰の動きを見せつける。いや、カードを覚悟したプレーですよね。素晴らしいディフェンス。非常に危ないプレーですよね。おや、うわあ、サポーターにも影響が出ています。もう誰にも止められません。もう大祭り状態ですよね。歴史史上ははっちゃけたプレーとなっています。さあ、左サイドで敵の陣地を奪っていく。徐々に減らしてますからね。さあ、ティラノ飛び込んでくる。熱い状況が続きますね。敵陣地キーパー正面に来た。中央空いてるのがもったいないですね。入れば勝ちとなる。うわー、同時に逃げる。突き飛ばした。ダブルキル来ちゃいましたね。でしょうね。そうですね、下手したらレッドカード出てましたからね。少し興奮しているキングコング。日頃のストレスってものがありますからね。四次元ポケットから、うわー、容赦のない一発。見どころを見せてきます。もうこれノリに乗ってますよ。ノリノリですよ。もう誰にも止められない。これだけ長期戦で疲れを見せないってところが素晴らしいですよね。積極的なプレーを見せてくる。彼がこれだけ熱くなるの珍しいんですよね。ただそういった場面で感情をコントロールできないと敗北につながってしまうので気をつけてほしいです。あー、横で死ぬ。次々と倒れていく。だいぶ彼の視界からは見え方が違ったと思います。はい、さあ、ここからどんな展開を見せるのか。岩を投げ込む。感動して泣いてるサポーターもいますからね。頑張ってほしいです。さあ、ハンド、ほ、もう一度、おほほっと。うわー、丸裸になりながら逆立ちをしてピンピン動いている。一人一人抑えられないってところがいいですよ。バーッ、泣いた。もう彼はもうダメかなという、そういう落ち込み方だったのでしょうか。違うと思います。さあ、前線へ進む。おっと、殴っている。おっと、応援に来たサポーターまで潰していく。ストレス発散だと思いますよね。さあ、じわじわ進んでいく。さあ、ティラノ選手もこういった状況でどう立ち向かっていくのか重要ですよ。さあ、天気はあいにくの雨となってしまいました。さあ、岩を投げ込む。ちょっと怯えてるように見えますよね。
諦めてはダメですよね。はい、なんでしょう。諦めてはダメですよね。さあ、今持ち込み何個もとんでもないことになりました。あ、すごい、ほんとすごい。目の前、お祭り状態、もうとんでもないですよね。さあ、大きな歓声でスタジアムが一斉に揺れています。はじけてますよね。さあ、手前のティラノとキングコング1対1となりました。非常に厳しい雪だ。うわー、きっちりと決めてきた。最後のティラノ、ここで敗北。いやー、素晴らしかったんですがね、ほんと惜しいですよ。おや、だー、ここで審判レッドカード、ここでキングコング退場です。残念。ではタコボンドさん、本日のプレイいかがだったでしょうか。いや、もうね、まさにね、ハリウッド並みの戦いでしたが、もう素晴らしいでしたよね、今回。もうね、あの、選手もサポーターもね、みんな踊っちゃって、もうすごい戦いでした。これはね、もう記念に収めて、はい、ありがとうございました。実況は私、ジョン・カニタ、解説は元タコ、タコボンドさんにお招きいたしました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら、さようなら。どうも、本当にね、最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もね、見てください。さようなら。